はいどうも、魚屋ダブルスニッキです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、いやちょっといつもよりもピリついてますよ今日は。いやとんでもない人が来てますね。いやとんでもないですね今日は ね、まあ、めちゃめちゃ有名人みたいで、はいはい、でなんかもう身長は、はい、まあ、そこそこで、はいはいはい、ちょっと横幅がいつも人普通の人よりもちょっと広 い、 いな。なるほど、うん、で足は短いみたいで、悪口言うてる。まあ呼びましょうか。お願いします、はい、どうぞ。はい、三菱電機の、福田健二さんです。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいて、あの友情出演ということで。友情、はい、友情出演で、はいはいはい、やらせてもらってます。現役でね、はい、日本リーガーなので、はい、日本リーグってなんかこうパッと上しか見えないじゃないですか。はいはいはい、はい、なんですけど、ほんまやったらめちゃめちゃ下から這い上がらないと日本リーガーになれない。なるほど。その中で第一線戦ってるダブルスプレイヤーさん、うわ、今はかなり成績上げてます。ありがとうございます。過去にはね MVP 取ってますね。取りましたね。うわ、なんで、まあ、そういう選手にですね今日はちょっとショットをね、はい、教えてもらいたいなと思います。いいんですか。はい、はい、全然いいですよ。はい、いやあなたじゃないです福田さんに僕今言う。あ、はい、そうですね。今日はね、まあ、バックハンドをね、はい、ちょっと教えてもらいたいなと思うのと、まあ、あとは違う動画でもですね、なんかいろんな感覚をね教えてもらいたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあ、 今回なんですけども福田健二、さんに教えてもらうんですが、はい、今からねバックハンドをちょっと教えてもらいたいなと。 あそこいてますわ。いてますね、うん、過去にはですね2年前とか、はい、ベイマックスっていうあだ名がついたぐらいすごくガタイがやばいです。ガタイがすごいです。はい、ということでバックハンド打ってもらうんですけど、まず8球ぐらい打ってもらって、はい、その後に感覚を聞きたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。まずちょっと1個聞きたいのがあるんですけど、バックってよく あるのがなんか左手をうまく使おうみたいなっていうのをやっぱ言うじゃないですか。その感覚ってどれぐらい、例えば割合とかどういう風に振ってるのかって教えてもらっていいですか。基本は7対3ぐらいで、ね、左手を意識したの、はい、で、まあ、ダブルスとかでこうリターンをクロスに打たないといけないっていう時は本当に9対1ぐらいで左手をこう意識してやってますから。ってことは普通の普段のストローク打つときはもう左手はもう7ぐらいで右手が3っていうような感覚があって、はい、リターンとかちょっと特殊な場面とかなってくると絶対クロスってなってくるともう9対1ぐらいの、やっぱりちょっと強くクロスに打たないとね9対1ぐらい。なるほど。その手だけじゃなくて、例えば左半身、いわゆる腰とか左足軸足とかっていう感覚はどんな感じなんですか。左手だけでこうスイングしようとしちゃうと、はい、やっぱり力ないんで、はい、ラケットうまく振れないんで、ちょっと左足と左腰を一緒にこう連動させて動かすイメージはかなり持ってます。なるほど、はい、すごい左足を意識してよくあるのって、これ一般の方絶対気になると思うんですけど、左を使いたいってなった時になんかどうしてもねバラバラ感が出ちゃうんですよ、うんうん、とかこうとかすごいバラバラ感があるんですけど、やっぱりそれって左足からなのか、もう腰からなのか、なんかその感覚だけでいいんで教えてもらう。僕の感覚は、はい、体をボールに全体をぶつけにいくイメージなので、逆にこう上だけをぶつけようとするとどうしてもバラバラになりやすいかなって思ってて、まあ、ダブルスの時とかはリターンとかはもう体ごとこう、はい、行くよ。ちょっと遠くにボールが来たら、うん、なるべく後ろまで行ってから入るように意識した、うんうんうん、なるほど。やっぱりほんなら軸足をちゃんと入れっていう、そう、ね、っていうことになるんだよね、はい、軸足をちゃんと入って、でそこから、まあ、いわゆる戻す力っていうか、まあ、前にぶつけるっていう力をうまく利用しようっていう感じなんですよね、はい、
で今ショートクロスをちょっと打ってもらったじゃないですか。でこのショートクロス打つ感覚を、まあ、ちょっとざっくりと喋ってもらいたいんですけど、ショートクロスってどうやって打つんですか。ダブルスやってる中でショートクロスってやっぱりこう幅を取るためにすごい大事なショットだと思うんですけど、はいはい、これがネットになるとして、うん、ショートクロスの時にボールをこうやって上に上げてネットを起こして浅いところに入れようとするとどうしてもスピンの量かなりかけないといけなかったり、うんうんうん、結構難しいんですよね。フレームショットしちゃったりとか、うんうんうん、ネットしちゃったりアウトしちゃったりするんで、僕のイメージはもうネットのこの高さと同じぐらいの打点、もしくはそれより高いところで取ってこのまままっすぐ上を通すイメージ、うん、なるほど。でショートクロス絶対ネットをしないようにこの高さを意識してショートクロス、こういうショートクロスじゃなくてこういうショートクロス、山を作らず直線、まあ、大げさな表現でいくと直線的に落としていくイメージ。そうですそうです。で、基本的にはほとんどの方がやっぱこう山になってしまうと。これでもこれ実際ねプロの対戦相手とか一般の対戦相手とかで状況にもよると思うんですけど、ほとんどの一般プレーは打点を落として回転をかけてまずこう上げようとする理由が1個あって、バウンドしてこない、うん、で一つ理由があるんですよ。でその時ってそしたらあえてもう打たない方を考えた方がいいんですか。その時はスピードを出さずに柔らかくここに落ちるようにスピード上げてしまうとかなりスピンをかけないといけないので、はいはいはい、柔らかくドロップショットじゃないですけど、うん、スライスの面だったり、うん、ちょっとフラットだったりして、うん、持っていくようなイメージ。なるほど。いわゆる次の展開で勝負を仕掛けるぐらいの感覚でいきたいなっていう感じですよね、はいはい、これがねなかなかこう一般プレーはできなくて、自然と打点が落ちて山を作ってしまって結果ちょっとでも伸びたらチャンスボールになってるみたいながあるんで、これを今からちょっと教えてほしいのがショートクロスを生かす配球、うんをちょっと教えてほしいなと思うんですけど、どんなボールがありますか。基本的にはストレート、はい真ん中、まあセンター、クロス、はい、でショートクロス、はい、この4つが、はい、あの展開のパターン、まあ、あとはロブとかありますけど、はい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 、この4つのコースの中 で、はい、で基本的には相手を真ん中でボールを通したい、うんまあ、どっちが取るか分からないところに打つのが嫌だと思うんですけど、はいはい、そこに、ボールを通すだけだとやっぱりボレーで触られやすいので、アングルの足元だったり、ストレートの体の正面にぶつけるボールだったりっていうのを同じフォームの中で打ち分ける。なるほどですね。読まれない。打点はなるべく一定にとってその中で配球をしていって、でまあ、よく言う、まあ、ストレートとかやったら突き球みたいな感覚になると、これをちょっと一回やってもらっていいですか。はい、分かりました。お願いします。今さっきね4コース説明してもらったんですけど、クロスはもう基本なので、はい、もうショートクロスとセンターとストレートの突き球っていうのをちょっと見てもらいたいなと思います、はい、ちょっとすごいリアルな映像が見えると思うんでぜひ体感してみてください。はい、見ました。やばくないですか。怖いですよね。怖いボールがシューシュー言うてる。シューシュー言うてますよね、うん、ちょっと今から聞きに行きましょうか。ちょっとちょっと、はいはいはい、早送りこっちでするんで早送りあしてもらいます。大丈夫です、はい、さあということで、はい、ありがとうございます。すごいすごいなって思ったのが一緒の打点やなって思いましたね。これ多分一般の人というかもう練習絶対必要ですよね。これね必要ですね、はい、繰り返しですよね。でまず今、まあ、あの配球をしてもらったと思うんですけど、まあ、ショートクロス、まあ、センター、まあ、ざっくりねストレートやってもらった中で大体イメージ的にはどこを狙ってるイメージなのかって聞きたいんですけど、はい、ストレートってまずどこ狙ってます。ストレートは、はいまあ、ダブルスコートにボールを打つとどうしても、はいこうあんまりこう外からボール機会よりはこうコートの中から中というか内側からボール機会が多いと思うので、あれに打つとどうしても
外に向かって斜め左に打たないといけないんで、はい、まあ、サイドアウトが怖かったりどんどんネット高くなっていくので、はい、基本的にはシングルスコート、はい、シングルスラインぐらいまでを限界として打ってますね、うん、なのでボレーをやらすってことが重要なんで、まずなるほど、ポイントを取るストレートではなく、ポイントさせるっていうことですね。させるストレートをうまく使っていきたい、ミスしないっていうのが大前提、やっぱ大前提ですよね。センターってほならどこ狙ってます？センターは右利きの人が、はい、まあ、ほとんど、はい、まあ、だと思うので、はい、前衛がどうしてもバックボレーになるんですよ、真ん中、はいはいはい、なのでちょっと前衛が触っても大丈夫なぐらい、一歩と一歩手ぐらいのところなんで、この角度でいくと、うん、あの相手のコートの T のところあるじゃないですか、サービスラインとセンターラインの交わってる T、はいはい、あそこ付近、あそこよりやや右側ぐらいこっちから見て右側を狙って、はい、逃走としてます。あ、なるほど、あ、結構これ面白いですね、感覚的には、はい、まあ、ちょっとストレートに手出してしもたなっていうぐらいの、結構内側を狙ってますなのでってことになりますよね、はい、なるほど。ショートクロスはちなみにどこ狙ってるの？ショートクロスは相手をかなり動かしたいので、はい、まあ、アレーコートに行くとやっぱミス、さっき言ったようにミス怖いので、はいはいはい、シングルスコートのラインぐらいを狙って、はい、これもノータッチ取るというより相手にやらすぐらいのところを狙ってます。っていうことはですよ、これあのちょっとこれ一つね、はい、新たな発見、勝ってる選手は一発で決めないなんですよ。やっぱりそこですごく重要で、もちろんストレートでポイント取る、ショートクロスでポイントを取るっていうのは絶対あると思うんですけど、結局あるのはストレートを使ったからショートがあるって感じね。ショートがあるからストレートでポイントが取れたっていうような発想力ってことですよね。ですです、っていうことよね、はい、だからそこをやっぱね、これ皆さん意識した方がいいと思います。なんかストレートって一般の人はよっしゃえーって言ってしまうみたいな発想があったり、ショートクロスはちょっとね力んで息でもうわーっしゃいったねっていうような感覚で打ってしまうと思うので、なんかやっぱ冷静に配球してその後動かして開けて決めるっていうですね。で、後ろの選手がエース取らなくてもいいので前に立ってる選手が前でボレーを触りやすいところにボールをコントロールしてあげる。なるほどですね、これすっごいいいこと聞きましたよ。今回はこうやってちょっとバックハンドの感覚を、教えてもらったんですけども、どうだったでしょうか。やっぱね、まずやっぱ一つ今さっきも言いましたけど、重要なことっていうのは、いつも僕もねボレーとかで言いますけど、やっぱ一発じゃなくて結局は何か餌がある状態でプラスアルファ自分がミスをしないっていう大前提の配球っていうのはやっぱ皆さん覚えていかないといけないっていうのがすごく大事だなと僕も今感じたので、それをねちょっと、意識しながら皆さんもやってみてください。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、もうそろそろお時間が来ましたのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。